北野建設株式会社は、北野建設は、長野県長野市に本社を置く、長野県大手の建設会社である。東京証券取引所一部上場。1887年に、現社長、北野孝博の祖,祖父、北野多水が製紙業を始める。キート暴落をきっかけに、祖父、北野吉地島の第二製材業に転換。戦後、焼け野原となった東京を舞台に、父、 北野次都が長野の木材をもとに建築業を始める。以後、高度成長とともに順調に業績を伸ばし、1973年に上場を果たす。元社長の北野次とは、ホテル経営や企業メッセナにも熱心で、長野放送の社長や上田女子短期大学の理事長なども務め、経営者として名を馳せていた。スキー部はオリンピック選手を多数輩出するなど、 国内でも名門の実業団チームである。2007年6月28日、定時株主総会後の取締役会において、社長交代の緊急動議が出され、当時副会長であった北野次都社長の長女の夫、山口武彦が新社長に就任した。しかし、それから1ヶ月後の同年7月27日に、新社長が辞任。 次東本社長の長男で副社長の高弘が新たに社長へ昇格、就任した。これは株主総会での説明がないままの社長交代に株主や取引先などからの批判が強まっていたことや新社長本人を含め社長交代に賛成した取締役が一斉に辞任したことが背景にあるが6月の社長交代が 同社ホームページへの遠隔に掲載されていない点からも一連の社長交代が異常事態であったことが伺える。追い出された形になった北の次と元社長は帰り先を狙ったが銀行はじめ周囲の賛同を得られず断念。2008年に日経ビジネス9月22日号で配軍の将兵を語る実の息子に会社を追われたという手記を寄う 次等は脳拘束と難聴から経営の第一線に立てないとして2007年に娘向子の山口から代表権を剥奪されたため株式取得を重ね1ヶ月後に次等の長男で一人息子の高博を代表取締役に就任させたが2008年にその息子から取締役を解任されせられたと説明している。 この解任劇により、北のグループも大きく二つに分裂。高博が率いる北野建設と、次党と、次党の次女、小池義子が率いる北野アームス、ザ、北野ホテルニューヨーク、北野美術館、北野カルチュラルセンターが、北野グループから離脱。次党は2015年12月92歳で死去した。2007年、東日本高速道路新潟支社が発注した。 上信越自動車道、熊坂トンネル工事で、コンクリートの厚さ不足の手抜き工事を告発した、PS 三菱、北の建設共同企業体の下請け企業の現場監督が自宅待機の後に懲戒解雇された。その後、会社都合による退職をすることで和解、内部告発者に対する制裁事件として話題になった。 abc コーポレートガバナンス報告書2021年1月7日、閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.thestyleegroup.com スラッシュレビュー、北ナンバー htm、上村愛子さん、北の建設を、大社元スキー女子も送る、日本オリンピック委員会、北の次都市が指揮元北の建設社長、日経新聞、 2015年12月21日。ありがとうございます。